ーとかトークやっていこうと思うんですけど、今回は抜き打ち学力テスト。もうだって一人もう余裕がある。やばい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 、やばい任せたおちまあやばい。まあただ個人でやりますから。そう事前に言われるもんじゃないです。トムは自信あるよ。いや僕はもうなんか今日出なくてもいいかな。お。そうだね。一問も正解できない。いや個性死んじゃいます今日。あら僕は一応大学出てる。あ、なるほど。話とかあるんじゃないかな。今日は僕も美容学校で出てる。ちょっと関係ない関係ない。ちなみに今日は社会です。歴史の問題です。あ、終わった。では簡単な問題からいきます。はい、この人物は誰。あ、日本人ですか。あ、全然違う。ちょっとリーさん何を言ってますか。いやいやいや、見たことある。じゃあヒント。大小さまざまな集団に分かれてお互いに抗争していたモンゴルの遊牧民諸部族を一代で統一した。全員一斉に言いましょうかね。全員やった。全員どうぞ。はい、じゃあ薫君答えは。チンギスハン。はい、トモ。チンギスハン。はい、はい、ショウ。ガンジー。ガンジー。はい、そしてフビライハン。フビライハン。そしてドロイド。ダライラマ。え、ダライラマ。誰誰誰。しかもかっこさん付け。先輩としてます。不安になってきた。正解はチンギスハン。はい、え、モンゴル人のチンギスハン。え、てかチン、あれあれ、ドットを間違えてるね。チンギスハンじゃないです。あ、これはこれはこれはもうミスですね。どうも不正解です。チンギスハン。これはやりました、ニアミス。ということで限定です。マイナス。じゃあ続いての問題いきます。この人は誰。ドン。顔は見えない。ちょっと顔は目が悪いです。真っ白になかったの。これ答えましたよみんな、割とちゃんと。えー、マジですか。え、もうじゃあヒントヒントあげるよ。もうこれあげれば名字。名字。じゃあ行くよ。じゃあ聞いてよ。はい、いい国作ろう鎌倉幕府といえば、兵士を弟の義経らに倒させて武士による鎌倉幕府を開いた男。はい、消してます。見せ今ちょっとチラッと見たよ。え、田中さん。田中さん。見たダメだよ。今チラッと見た見た。見てました。あれどうせ V があるから。マジでチラッと見たからね。これマジ確認してください。まさかの、もしかしてカンニングで東大まで来てるのこいつ。すごい、うん、プロだいぶ問題じゃないですか。じゃあ書いた。はい、じゃあトモからいきましょう。やっぱね、東大出身という。どうぞ。藤原の道長。藤原の道長。誰聞いてもらえないよ。さあ、このお三方同時にどうぞ。どうぞ。はい。これはヒント。お、惜しい。徳川の。あ、マジ違う。徳川の徳川。だってお買い得の徳川。お得になっちゃって。そう。こっちはないの。そう、徳川なんですか。家光。はい。で、そして家康。まあ、康という。で、何ですかそれは。義経。義経。よ、よ、つねです。で、その通りよ。さあ、カオルくん。はい。カオルくんが正解の答えでございます。それではどうぞ。源頼朝。正解。鎌倉幕府を作ったといえば源頼朝でございます。ちょっと今のところ友が二問とも間違ってますよ。いや、チンギスハンはやばいですよ。中友情報。さあ、いいですか次。じゃあちょっと近代史いきますよ。ああ、そっちの得意ですでしょ。これ分かってもらわなきゃマジ困るわ。はい、こちら誰。これはさすがに全然最近くっちゃうね。最近じゃない、おじいちゃんにすごいですよ。おじいちゃんこんなイケメンなの。お父さん側のおじいちゃんがすごいそっくりなんですよ。マジで。ヒント欲しいです。はい、ヒントが欲しいです。アメリカの発明家。その生涯においておよそ1300もの発明を行い、数多くの特許を取得した発明王として世界的に知られる。この人いなかったら今収録できないから。いいよ、ヒントあげるよ。これね、と手で始まる人いないですよ。長くないですか。あ、持ってるとこで。ドン。はい、それでは、リンとショウ以外のお三方にまず正解を出していただきたいと思います。どうぞ。はい、はい。あ、トーマス・エジソン、トーマス・エジソン、トーマス・エジソン。やったー。あ、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 あ
トーマスエンダーはい、もうこれはもうひどいですトーマスエンダーマジでひどいよしきくん、車好きなんですよ。いや、違う違う、その補足いかないじゃあ先にじゃあショウ行きましょうショウがね、とてもかっこいい名前でしたはい、お願いしますはい、トランプストーリーかっこよすぎんのよもうなんかとりあえず当てはめまし、まあ、書くことは大事です、はい、すいませんさあすいませんってないわさあ、ショウがですね、あまりにも名字名字と言ったせいで彼はいろんなものが頭に入ってしまうどうぞ、りんちゃんはいはい、トキワニニュートトキワニニュートって誰せかすんですもん、みんな早くかけて下手すぎんのよトキワニって何でも、それなんか中途半端にヒント出される方が分かんないなんで俺が悪いみたいななんで俺が悪くなっちゃうちょっと青ひどいなちょっと頼むよ、みんなえ、本当だよカオル君結局全問正解全問正解すごいまあ、ちなみに今まで全部3問しかやってないですよ全チームあそうなんですかもう1問いくちょっと名誉挽回はいこれあこれ簡単よそういう先生待って待って分かったかもそういう先生いたじゃん社会のそう2文字ですよねんはん全チーム書いていて行きましょうどうぞすげえいや杉田玄白略して杉田君ってなってる今時さ あと日本人じゃねえよでも俺ニュースで見た気がするおう、うん、どうする白いやちなみにこれノーベル平和賞あ、じゃ違うよでピンポイントだね誰誰ひどい誰ピンピンだねもう怖い違うよ誰ああいう顔になんかニュースで見たピンピンって誰そう正解でーすガンジーですやったあ、ガンジーそうなんだこれガンジーなんですかこれガンジーねピンピンって誰お前これだろそう、その中めちゃくちゃ見てるから見てるから逆にその引き出しよく開いたねいや、ちゃんとニュース見てたんですよ、その時これから毎月抜き打ちでやっていきますから毎月毎月やります科目が変わっていくんでえ、これマジ載せるんですか載せますいや、得意分野が違うんだよ、ね、あ、そう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 、そういうのがいいと思うまあ、カオル君とトマは大丈夫だと思うんではいちょっと引っ張っててあげてくださいはいで、カオル君が本当一番優秀だったのカオルはね、常にあの情報量がすごい毎朝ラジオ聞いてあ、そうか、ラジオ好きだもんマックラジオ好きそうそうそう、それは確かに必要かもしれませんいや、いいと思いますということで、青チームはこういう結果になりましたということで、これからもやっていきたいと思います以上、抜き打ち学力テストでした